どうもアズムです。本日は以前の動画でお知らせした大阪のポップアップストアにて取り扱うアイテムをすべてご紹介していきたいと思います。でポップアップの詳細に関しては概要欄に記載しておきますので、そちらをご覧ください。それでは早速ご紹介していきたいと思います。まず以前動画でご紹介して現在ダンでも販売している所作のダン別注モデルですね。こちらのダン別注の所作を3色すべて取り扱います。ロングウォレットが26,000円、こちらのカードケースが12,000円です。で次が前回の動画でご紹介したダンのゼロポケットデニムジャケット、こちらサイズ SML のサンプルをすべて持っていきます。まあ、前回の動画でもお知らせしたんですけども、こちら予約になっておりまして、だいたい7月頃のお届けになります。でお支払いに関してはうちの予約っていうアイテムはすべて前払いにて受けたまわっておりますので、そちらだけあらかじめご了承いただければと思います。でこちらお値段が33,000円です。でお次は、まあ、このジャケットとセットアップで着用することができるゼロポケットデニムの、よいしょ、こちら今僕が履いているテーパードのモデルと、こちらの極太のワイドのモデルの2型を全サイズ取り扱います。でこちらに関してはオンラインではすでに完売しているのと、こちらの東京の中目黒の店舗の方でもサイズ掛けしていて、ほとんども在庫はないんですけども、今回大阪でポップアップをやるっていうことで、それ用にちょっと取っておいている在庫がありますので、まあ、そちらを持っていきます。でお値段はワイドが25,000円で、テーパードが24,000円です。でお次はこちらダンの着比べパックティーのブラックを新たに製作いたしました。前回製作したこちらのホワイトですね、着比べパックティーのホワイトがかなり好評でして、でもう動画出した時点からあの黒やってくださいっていうコメントであったりとか、まあ、店頭でもご意見をいただいていて、まあ、個人的にも黒の T シャツっていうのは好きですし、まあ、作ろうかなとはずっと思ってたんですけど、まあ、このタイミングがいいんじゃないかなと思って今回製作いたしました。で素材に関してなんですけども、前回作ったそのホワイトのものとは全部素材を変えました。一から素材選びしております。で素材をまあ一つ一つ簡単にちょっと説明していきたいんですけども、今回の3枚に関しては共通の点がありまして、すべて蝶々綿を使用しております。蝶々綿パックティーですね、いわゆる。で蝶々綿の種類も全部違っていて、まずこちらはインドコットンの蝶々綿を使用した、よく見ると分かるんですけどミニ裏毛、まあ、スウェットみたいなこう組織をした T シャツです。で表面は毛羽が少なくて、ちょっとしっとりとぬめり感のある素材を使用しております。こう着た時にこのミニ裏毛がですね、すごい気持ちいいんですよね。これ個人的には一番気に入っております。でお次はホワイトの時に、まあ、個人的に一番好きだったあのトロトロの生地のものですね、スムース生地のものにまあちょっと近い感じなんですけども、こちらスイスコットンを使用したスムースの生地になります。表面の生地はこんな感じですね、とても滑らかです。こちらも本当に着心地がいい素材なので、ぜひ試着していただきたいと思います。で最後はこちらエジプトの蝶々綿として有名なギザコットンを使用した天竺の T シャツです。で天竺に関しては前回あのシャドーボーダー天竺っていうちょっとこうヘビーオンスの天竺を製作したんですけども、今回のはまあ3素材の中では一番こう張りとコシがあって、まあ、型崩れとかもしにくい生地なんですけども、表面はこのように光沢感があってとても上品な印象に仕上がっております。で3素材こう見比べていただくと分かると思うんですけども、こう真っ黒でもやっぱ素材が変わることで全然こう色味が違うんですよね。スムースと天竺はまあ割とこう真っ黒に仕上がってるんですけど、ミニ裏毛はちょっとこう比べるとグレーというか真っ黒ではないんですね。
まあ、こういったところも着比べパックティーの醍醐味かなと思うので、まあ、コーディネートとかその日の気分によっていろいろ着比べてみていただければなと思います。パックティーは実物をご試着することもできますので、ぜひ試してみてください。でこちらのお値段なんですけども、前回のホワイトと同様に15,000円です。でサイズは S、M、L、XL の4サイズ展開です。はい、でお次は以前動画でご紹介した高谷日置というブランドですねのポロのパッチワークのロンティーがあったと思うんですけども、今回うちの別注としてそれのハーフスリーブ、半袖ですね、こちらを制作していただきました。こちらは今回の大阪のポップアップのために制作していただいたもので、限定50着白とあとブラックがあるんですけども、こちらのブラックの2色展開で、まあ、合わせて50着の限定となっております。で数量は白が30着の黒が20着です。でまずお値段なんですけども、それぞれ21,000円です。前回のロンティーよりちょっとだけ安い値段ですね。で今回の注目する点としては、前回のそのロンティーの時はこのロゴは基本こう共通でカラーがネイビーだったんですよ。で黒に関しても黒はね、もともとうちの別注でこう制作していただいたカラーなんですけども、こちらも今回ちょっと違うんですけど、前回のロンティーはパープルでこう統一してたんですけども、今回は全部違います。まあもちろん同じトーンのカラーのやつもあるんですけども、全てこうなるべく違うものをというオーダーをさせていただいて、まあ、一個一個表情が違う、本当にこう一点ものになっております。で生地も、まあ、もちろんこう一個一個表情は違うんですけども、まあ、胸元のこの刺繍の色が違うので、まあ、かなりこう好きなものを選ぶ楽しさがあるんじゃないかなと思います。でカラーバリエーションに関しては、高谷日置のデザイナーさんのインスタグラムに、まあ、結構こうカラーがアップされておりますので、後日段のインスタグラムの方でもアップしていくんですけども、気になっている方はぜひ高谷日置さんのインスタグラムをご覧ください。はい、でお次は、まあ、結構前の動画なんですけども、僕はカインドル時代の動画ですね。でインスタグラムにもこう写真をアップした、皆さん覚えてますでしょうか、経年変化ティー、 T シャツにヌメ革をこう縫い付けた経年変化ティーっていうのが、まあ、あるんですけども、ご覧になったことがない方はインスタグラムか過去の動画を見ていただければと思うんですけども、今回ですね、この経年変化ティーを以前 IKEA のロンティーの動画でご紹介したユーキーウェダーというブランドのデザイナーさんと、まあ、一緒にこう考えて制作するという、まあ、新しいラインをユーキーウェダーの方でちょっと作っていただきまして、まあ、それが今こう前に置いてあるこちら、これプロモーション用なんで販売とかはしてないんですけども、アンバーユーキーウェダーという、まあ、新しいこうラインを今回始めることになりまして、まあ、それのまあ第1弾として、まあ、こちらの経年変化ティー、名前はちょっと後で変えると思うんですけども、こちらを、まあ、大阪のポップアップ先行でリリースいたします。でこちらに関しては大阪のポップアップ終了後にですね、まあ、いつになるかはまだ決まってないんですけども、ダンの中目黒のお店とオンラインショップでも販売する予定です。でカラーがこちらのホワイトとよいしょブラックの2色展開で、お値段なんですけども8,000円です。で以前その動画を上げた時とかインスタを上げた時にも結構その気になっている方がいらっしゃったんですけども、まあ、この T シャツにねこのレザー革が縫い付けられていることで、まあ、洗濯はどうするんですかと結構ご質問をいただいてたんですけども、こちらの白に関してはただこの洗濯機で洗ってしまうと濡れた革が T シャツに擦れて色移りしてしまうんですね。なのでこちらに関してはちょっと洗濯機は NG で、手洗いでお洗濯いただければと思います。でこちらのブラックに関しては、まあ、洗濯機で洗濯することももちろん可能なんですけども、僕何回かちょっとテストしてみたんですけども、洗濯機で洗うと多少洗い上がりに革がこう乾燥するので、まあ手洗いの方が無難かなとは思います。ただ単独であれば洗濯機でも洗濯可能です。で一応洗ったサンプルがありまして、白がこんな感じで黒がこんな感じです。まあ、洗うとこう T シャツもシワが寄る分、革も
結構薄くすいているのでこうシワがいるんですけども、まあ、それもなんかこう味みたいな感じで楽しんでいただけるかなと思います。もちろんこう色もどん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 こう飴色に変化していきますので、そちらもぜひ楽しんでいただければと思います。このアンバー悠久だっていうこの LINE の名前とかも上田さんと僕でこう一緒に考えて決めたんですけども、まあ、そういったところであったりとか、まあ、今回あと一緒にやることになった経緯とかは後日ダンのインスタグラムでアップしていこうかなと思っております。商品画像とかもまたインスタグラムでアップしていきますので、ぜひフォローしてお待ちください。で次はベルトなんですけども、でまずモニタリーのロングレザーベルト、これは以前動画でご紹介しております。すごい長い160センチあるベルトです。タラス用のベルトですね。とトリレザー、こちらも僕の動画ではおなじみなんですけども、トリレザーのベルト、フックバックルのベルト、こちらブラックのみですねの取り扱いです。お値段18,000円で、モニタリーの方が14,000円の消費税です。でこちらが、ダンとブラスバウンド両方とも各サイズご用意しております。ヌメカワの方が12,000円です。でフックバックベルトに関してはトリーのものもヌメカワのものも現在ダンの店頭およびオンラインショップでは全て完売しておりますので、探していた方はぜひポップアップでお待ちしております。はい。でお次はこちらはまあアイテム自体は動画では紹介してないんですけども、ブランドは以前動画でご紹介してダンではおなじみのジチピ、イタリアのジチピというブランドのポロシャツと、こちらは以前動画でもご紹介したものですね、ビッグティの2型を取り扱います。でビッグティは白とこれ新色なんですけどオリーブと定番のブラックの3色で、ビッグティが4,800円で、ポロシャツが8,800円です。はい。で次がこちら、ちょっと前にダンのインスタグラムにアップしたダンとキャンバーのコラボのロンティーです。通称ダンバーと呼んでおります。こちらはですね、まあ、キャンバーのモックネックのマックスウェイトのロンティーに刺繍を施したアイテムなんですけども、こちらですね、もともとマックスウェイトのアイテムってこういうタグがロンティーは袖口についてて、これをちょっとこうパロディという形で刺繍で表現してるんですけども、このようにダンバーと刺繍が入っております。ダンバーとは言ってるんですけども、ほぼキャンバーなので特に言うことはないんですけども、ちょっとこう面白系のアイテムなのでよかったら見てみてください。お値段は12,000円です。はい。で次がコリーナのアイテムなんですけども、こちら僕もよく履いていて気に入っているサシコカーブスラックスのブラック、こちらを SML 各サイズ持っていきます。こちらはお値段が30,000円ですね。こちら再入荷するたびに結構すぐ完売しちゃう人気アイテムなので、今回大阪用にちょっと在庫を取っておきました。僕がこうコリーナにハマるきっかけになったすごい思い入れのあるパンツで、今もずっと気に入って履いて、経年変化させ続けているので、ぜひこちらも実物見ていただければと思います。でこれのショーツバージョンが今年リリースされまして、ちょっとね変わった形なんですけども、サシコのグラディエーターショーツっていう名前でリリースされております。ちょっとねこうバスパンっぽいというか、なんかいわゆるこうスラックスのショーツではなくてイージーショーツみたいな感じですね。で色はこれ今回あるのインディゴなんですけども、ブラックも持っていきます。今まだちょっと入荷してないので実物がないんですけども、でショーツがお値段が25,000円ですね。生地感はこんな感じです。すごいいい色味なので、ポータクラシックのアロハシャツなんかと個人的には合わせたいなと思っております。そして次はこちら、動画でもご紹介したクオンのダン別注吉野豪種のチェックイージーパンツです。でこちらは SML の3サイズ展開で35,000円です。
で動画でご紹介した時はまだちょっとね寒かったのであれだったんですけど、今一番ちょうどいい季節じゃないかなと思います。まあ、今僕が着てる、リネンのシャツなんかとこう相性がいいんじゃないかなと思います。で商品の詳細は以前の動画をご覧ください。で次はちょっと画角変わりまして、次は以前何とか動画でもご紹介している大阪のブランドですね、ザ・モンゴリアン・チョップスさんに今回大阪のポップアップのために制作していただいたセッタとこちらの小結びバッグの2型を取り扱います。でこちら両方ともこうヌメ革を使用しているアイテムなんですけども、詳細に関しては後日モンゴリアンチョップスの直営店の店長をされているイーグル野村さんが直接動画にてご紹介してくださるので、そちらをちょっと楽しみにしていてください。お値段だけ先に言っておくと、セッタが2万円の小結びバッグが1万6000円です。で次はこちら、以前動画でご紹介したリプロダクションオブファウンドとダンのコラボレーションモデルですね、ブラックキャットを持っていきます。でインラインのブラックのモデルに関してはもうほぼダンの店頭でも完売しておりまして、在庫がないので持っていけないんですけども、ブラックキャットはまだ各サイズ在庫ありますので、こちらは全て持っていきます。こちらお値段は21,800円です。で次がこちら、こちらはさっきのジージャンと同じようにご予約になるんですけども、ソロベアのダン別注 U チップシューズです。でこちらは受注会のみで販売している商品でして、今回ですね第3回目ですかねの受注会になります。で現在ダンの店頭およびオンラインショップでですね5月6日までなんですけども、ご予約を受けたまわっております。で現在の店頭もそうなんですけども、大阪のポップアップでも各サイズですね、もうレディースサイズからもうメンズの大きいサイズまで全てサンプルを持っていきますので、ご試着していただいてぴったりジャストサイズをお選びいただけるようになっております。なのでこうサイズでちょっとネットで買うのはあれかなと思っていた方はぜひお越しいただければと思います。お値段は3万9000円です。で最後は最近ですね、うちで取り扱いが始まったジャランスリバヤのプレーン2とローファーです。こちら僕の YouTube チャンネルで、一番初めに上げた動画にてご紹介したブランドなので、個人的にも思い出がありますし、視聴者の皆様もかなり知ってる方が多いブランドなんじゃないかなと思います。で今回はその一番初めの動画にて、僕が実際に持っていてご紹介したこちらのプレーン2のモデルと、今回ですね僕も新たにというか初めて買ったのは高校生の頃初めて買ったジャランスリウェアのシューズなんですけども、今回高校生ぶりに買い直したこちらのローファーを持っていきます。お値段はローファーが3万2000円のプレーン2が3万4000円です。はい、ということで、全てご紹介していきました。着用しているイメージであったりとか、あと商品のその空張りみたいなところは全部ちょっと今回の動画でまとめきれなかったんですけども、その辺に関しては随時ダンのインスタグラムにアップしていきたいなと思っておりますので、そちらをぜひご覧ください。で今回初めてのその東京以外でのポップアップというところで、かなりこう楽しみと不安両方あるんですけども、来てくださる皆様に楽しんでいただけるよう全力で頑張りますので、ぜひ楽しみにしていてください。もちろん2日間とも僕もいるんですけども、僕以外にも九州タワーズの大輝さんとタスさんもいますし、と先ほどご紹介したザ・モンゴリアン・チョップスの直営店の店長をされているイーグル野村さんも助っ人でいらっしゃってくれるみたいなので、ぜひ会いに来るだけでもお越しいただければなと思います。皆様にお会いできるのを楽しみにしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。